C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。 C の代表の篠崎です。眩しいのですいません。通勤中でございます。今日はニュースの見方ということで、最近あったニュースについて、まあ、ちょっと僕なりの意見を話していきたいと思います。また最近ですね、芸能人さんが薬物で捕まるというニュースが流れました。まずはもう何回逮捕されてるのか分かりませんが、田代さん、それから沢尻さん、薬物に関してはですね、いろんな考えがあるんですけれど、実はですね、私は、まあ実はですねっていうか、やったことがないので、どういうものかわからないんですよ。どういういいものなのか、どういう効果があるのか、まあわからないんですね。まあその田代さんとかがお捕まりになられた、その覚醒剤的なものっていうのは、まあそのままだと思うんですよね。覚醒するっていうことで、まあ、その前にはアスカさんがそのお薬で お捕まりになられましたけれど、アスカさんのそのなんですか、結構僕アスカ好きでですね、なんですかね、こうコメントみたいのを、捕まった時のコメントみたいの見てましたけど、その作曲とかする時に、こう一日でこうブワーッとこう書くで、眠くなった時に、まあ、それを打つことで、要するにこう眠くならずに、まあ、曲の制作がまあうまくいったみたいなことが書いてあったんですね。でその睡眠を後回しにすることができる、働く時間の前借りみたいな、ね、ことを言ってたんですね。だから、あ、なるほどなって思ったんですけど、そのなんかイメージ的に覚醒剤打つとなんか暴れちゃうとか幻覚見ちゃうとか、まあいろいろそういうのはなんか情報操作だと思うんですね。覚醒ですから、覚醒するだけの薬だと思うんですよ。ただ一番問題なのは、結局は常習性があって依存性があって、で、まあ、お薬をやめた時に、まあ、一気にその、なんて言うんでしょうね、こう、禁断症状みたいなのが出ると。まあ、これに関しては僕は思うんですけど、タバコとかもね、ニコチンだから、まあ、同じだと思うんですよね。禁断症状がやめるときに出る方もいらっしゃいますでしょうし、ただ僕はですね、実は、20代後半ぐらいまで喫煙者だったんですが、結構ヘビだったんですよ。セブンスターみたいのを、どうですかね、1日2箱近く吸ってて、まあ、カットが終わるたびに吸ってたみたいな感じの時があったんですね。でですね、じゃあやめた時、タバコパッてやめた時に、じゃあ禁断症状出ましたかって言って、別に出ないです、全然。なんかイライラするとかね、なんかこう なんでしょうね、こう震えるとか、息が荒くなるとか、もうそんな全然感じなかったし、一番感じたのは、これ本当にタバコをやめる方、やめようとした時に吸っていたタバコを吸わなくなった時に、僕が一番思ったのはですね、臭いっていう、タバコがですよ。あ、タバコって臭いんだって思ったのと、それから、まあ、美容師として働いてるから、いろんな薬を触るじゃないですか。パーマ液とか、カラー剤とか、それも臭いんだっていうことに気がつくんですね。要するに、タバコのニコチンとかタールとかよくわかんない。何の影響だかわかんないけど、こう匂いが結構こう、緩和されてる。その、多分、ニコチンとかの方が臭くて、他の匂いを感じなくなってる。っていうのが一番タバコをやめた時に感じたこと、あ、いろんな香りがあるんだなっていうね。だから
辞めた時になんか優越感みたいな、こう、あ、俺辞めれたんだみたいな、周り全部吸ってたんで当時だから、あ、俺辞めれたんだみたい なんかそういう優越感があって、ますますこう辞めれたわけですけど、じゃあなんでその覚醒剤とか、そのまあ、沢尻さんが捕まったなんかよくわかんない薬とかですね、なんでやめれないんだろうっていうところなんですよね。やはり、まあ、タバコと一緒にするなって思うかもしれないけど、まあ、肉体的な依存とかいうの、精神依存じゃなくて肉体依存みたいのをして、まあ、欲しちゃうんだろうなっていうふうにまあ思うわけですね。で、僕は実際にそういうのがやったことないからわからないけど、じゃあ自分がやめれないものって何かなっていうふうに考えたときに、実はそのやめれない、やめた方がいいんだけどやめれないものっていうのはやっぱり僕の中でも存在していて、でそれ何かっていうとね、僕ね意外とお菓子やめれないんですよね。なんかねつまんじゃうんですよ。だからあれ絶対良くないですよね。ちょっとね、あの体トレーニングしたりとかしてるのにお腹こうぷよっとしたりとかしてるのは多分それが原因であることはもう明白だから、そのつまみ食いさえ、まあ、そのつまみ食いをフルーツとかに変えれば絶対に平気なんだけど、こうぷよってならないんだけど、まあ、なぜかこうせんべいとかチョコレートとかつまんでしまうんですよね。どうしてもだったら普通にご飯食べた方がいいわけですよ。やめれない。でそれを麻薬だっていうふうに考えると、やっぱり手出しちゃうんだろうなって思うんですよね。近くにあったら、近くになければ手出さなくてやめれると思うけど、近くにそれがこうあったらね、やっぱりいけないと思っててもやっぱり食べちゃう手を出しちゃうだろうなと思うんですね。で問題は、僕はね、その芸能人さんがそういったものが手に入りやすい環境にいるんじゃなかろうかっていうことなんですよね。環境じゃないかなと思うんです。実際に僕は普通にですよ、まあね、こう車で通勤して会社に行って、で、まあ、午前中、平日午前中はサロンワーク、午後ちょいぐらいまで、でその後は事務的なことをやらせてもらったり、自分の時間を作らせてもらったりとか、今のところはしてますけど、そうするとですね、そういったものと出会うところがないんですよ。どうやって出会うかっていうのが知って、そこに行くか、まあ、出会いたくなくてもそういったところにいつも入り浸りしている方はそういったものと出会う可能性があると思うんですよね。出会った時にどうするかだと思うんですよね。で出会った時にですね、これはダメなもんだっていうのは皆さん分かっているけれども、でもそこで一歩手を何かのきっかけで手を出してしまった。でその後に例えばこう手に入らなければそこで終わっちゃうんだと思いますけど、やっぱり入る環境があったがために、まあ次の2回目3回目っていう風に繰り返していって、で取り返しがつかなくなってしまうということだと思うんですね。で田代さんみたいに何回もこう手を出して捕まってしまう、しかも更生施設みたいなところの職員とかになっててまた手を出してしまうっていうのはですね、やはり僕怖いなっていうのは、その薬が怖い。薬のその肉体依存とか精神依存とか、まあそういったところが怖いよりも、田代さんなんてもう何回も逮捕されてるのに、そこにまたそういう、まあ売人っていうんですかね、そういった方が近づいてくる事実っていうのがすごく怖いと思うんですね。田代さんも絶対またやってやるって思ってないと思うんですよ。逆だと思うんですよ。もう絶対にこの薬には手を出さない、僕は足を洗うんだ、で怖さをみんなに伝えていこうって本当にそういうクリーンに思っていたと思うんですよね。本当ピュアに思っていたはずですよね。だけどまたそこにですよ、まあ、魔の手が伸びてくる、それが怖いですよね。で、やはり、さっき言ったその、
自分がやめれないもの、僕で言うとお菓子みたいなのが目の前にパラパラって曲がれた時に軽い気持ちだと思うんですよね。あ、じゃあ1個だけつまんでみようみたいな、そのくらいの気持ちだと思うんですよ。結局その環境で何回も何回もそういう風になってるのにまた近づいてくる悪魔がいるっていうのが一番麻薬の怖いところなんではないかなと思いますね。僕はですね、肉体依存っていうのもかなりするんでしょうけど、僕はやめようと思えばやめれるものだと思ってるので、そういったものはやったことないから分かんないけどやっぱりやめれないのかな。一回手出しちゃうとお菓子って考えるとやめれないのかな、ちょっと怖いですね。まあ僕の周りにはそういう環境がないから手を出しようがないけど、もしあったとしてもまあ僕は手を出さないと思いますけど、なんでしょうね、なんでしかも芸能人さんなんでしょうね。まあ環境がある、麻薬に手を出す環境があるということなんでしょう、きっと。まあ沢尻さんなんかだとクラブって書いてありましたけどね、なんでしょうねクラブってね、何するとこなんでしょうね。僕行ったことないから分かんないけど、純粋に音楽が好きで踊りが好きな方が行くところっていう感じじゃなさそうですよね、その話を聞いてるとね。で沢尻さんなんかの場合だと不思議だなと思うのは、別にその自宅に帰って捕まったわけじゃないですか。でやっぱりこうかなり裏をこう取って、まあ沢尻さんがやってるらしい。でまあ多分尾行とかなんとかして、まあ、いろんなその手を使って裏を取ってもう確実だっていうところになってから踏み込んでると思うんですけど、でも別にそのなんか覚醒剤とかってなんかね付き合ってる男に勧められたとかっていうのはありますけど、一人暮らしで一人暮らしのところに帰って捕まったってことは別にその男の影があるわけでもないわけですよね。だから結局自分で手を出して自分で勝手にはまってるっていうだけだと思うんですよね。何なんでしょうね、よくわかんないけど、でもまあ最初に言ったように俺はやめれるって思っても麻薬手出してもやめられるかもしれないけどね、好きなものをやめてくださいって言われるとやめれないから、やっぱ同じようなものなのかな、やっぱりやめれないんだろうな一回手出しちゃうと。なんかすごくいいことがあるんでしょうね、うん、まあそういった世界を知らないで生きていった方が幸せなんじゃないかなと思いますね。はい、まあというわけでそろそろ会社が近づいてきましたのでこの辺で終わりたいと思います。皆様も変な誘惑に手を出さないようにしましょう。特に美容師は派手でチャラチャラしてると思われています。だからより一層ですね、車の運転はしっかり 法に基づいてですね、やらなきゃいけないし、荒い運転をしているとやっぱり美容師そうじゃんみたいな風に思われたり、まあおタバコをされ吸われる方もいらっしゃると思いますけど、美容師だからこそですね、吸っちゃいけないところで吸っちゃいけない、歩きタバコをしないみたいなね、まあ、そういうところ、もう極端な話言えば誰もいない、車も何にもいなくて赤信号渡れちゃいますけど、だけどそこもですね、やはり自分の戒めのために渡らない、まあいろいろこう自分の中にこうそういう風にしていこうっていう風に何か決めてですね、やっぱり美容師さんって普段の生活から美しいよねって、まあ、言われるような、チャラチャラしてるからこそですね、やっぱりそうじゃんって言われないようにより一層ですね生活に気をつけていくというのが大切かなと思います。僕なんか特にですね、まあ、小さいながらも美容室を経営していて、まあ、ある程度、まあ、サロンワークはしてますけど、抜けたりとかもできるような環境にいるとやっぱり遊ぼうと思えば遊べると思うんですよね。だからこそ余計に
まあ手を出す、そういうのそういったものに手を出しちゃいけないし、チャラチャラして、なんかね、そういうふうに思われちゃうから、チャラいと思われてるんですよ結構ね。この前も資生堂のですね、シンボリックサロンセミナーっていうのに行った時に、皆さんお酒飲んでタバコ吸われているんですけど、まあ僕お酒も飲めないしタバコも吸わないんですよねっていうふうに担当に言ったら、本当ですかみたいな。そうなんですよ、吸わない、飲まない、打たない、女の子と遊ばない、もう真面目ですよねっていう話をポロッとしたら、本当ですかみたいな話をされたんですけど、もうやっぱりイメージ的にはお酒も飲むし、ね、そういったところにもいっぱい行くだろうし、まあ彼女の一人や二人もいいんだろう、美容師だからみたいな目で見られてるわけですよ、確実に。だからこそですね、本当にしっかりした生活をしないといけないなって思うんですね。皆様もぜひ、美容師って生活から美しいよねと言われるような生活をしましょう。そういうことで、この辺で本日は失礼いたします。この動画、良いと思いましたら、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そうです、2019年度中にチャンネル登録者数1万人を目指すというふうにしてこのチャンネルを始めたんですけども、あと2019年終わるまで1ヶ月、現在のチャンネル登録者数1200人、すいません、できれば年末までに1万人お願いいたします。それではこれで失礼します。さようなら。そして良い一日を。